んこんにちは。この時間は週一なでしこカフェと題しまして、なでしこリーグ協力のもと番組をお送りしていきます。 MC を担当します森口香織です。よろしくお願いします。お願いします。そしてサッカーキングハーフタイム金曜レギュラーとしてもおなじみ長谷川優ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、今日はゲストをお二人お招きしています。チフレ ASL フェンス埼玉より荒川恵理子選手と長野風花選手です。よろしくお願いします。もうカフェですね、はい、どうぞおくつろぎいただきながら、はい、私今もうこっち側がめちゃくちゃ緊張してるんですよ。荒川選手がいるもう青春時代のスターですから。ですよね。それこそあの高校生の時にプリクラ帳ってあるじゃないですか、はい、あれってみんなこう好きなアーティストとかタレントをこうって切り抜いて貼ってたんですけど、あ、その私なでしこジャパンを貼ってたんですよ。おお、そんなに恥ずかしい、恥ずかしい、これすごいすごい、頑張れって感じ。めっちゃ恥ずかしい。もうけして、もうけして、これはもうけして、長い長い、出してるの長いから。あなた、それちょっとなんか別に恥ずかしいですよ。これも私が恥ずかしいって言うの方じゃないし、それぐらいめちゃくちゃ好きだったんで。え、あれが、まあ、あれを授業中に、あの当時やっぱりこう雑誌とかでもなかなか女子サッカーってなかったので、授業中、情報処理の授業中に勝手にホームページから出して貼ってました。かわいい、かわいいな。私岡山でアナウンサーやってたんですけど、あの湯野号で美作ラグビーサッカー場でキャンプ張ってた時に見に行きました、はい、実は。そうなんですね。荒川選手だと思って、上から目立つじゃないですか、髪型で。荒川選手で写真撮ってました、実は。このファンが2人そんな感じなんですが、はい、お二人とも私服でお越しいただいてますが、はい、今日のこだわりポイント何か。こだわりポイントカフェ、カフェモードでね。カフェ、今日はカフェに来ましたみたいな。すごいおしゃれいつもこんな感じなんですか。私は こんな感じです。なんか荒川さんちょっとボリューム控えめなのでは。あのそう、1週間前にカットした行ったばっかです。あ、ニューヘア、なんかちょっと伸びるんですね。ちっちゃいちっちゃく。風花にはガンさんちっちゃくなると嫌だ。あ、やっぱりちょっと迫力がボリュームあるんだ。幼くなっちゃう。幼くなっちゃう。いやでもそれはもう30超えると幼いとか若いって結構褒め言葉ですよね。うん、でもなんか小学生の夏休みみたいな。それは結構じゃないな。長野選手はもう普通におしゃれですよね。いやいや、全然普通、歩いてたらだってなんかショップの店員さんみたいな感じ。全然なんかこだわりポイントありますか。いや、特になんか楽な感じです。これがスカート、はい、もうなんか楽ですね。髪もこう、髪何色なんですか。これはなんだろう、お任せでした。そう、あのちょっと画面だと見えづらいかもしれないけど、グリーンが入ってるような、めちゃくちゃすごい綺麗ですね、うん、確かに、うん、今時だって今気づきました。いちいち聞いてくんですよ、ガンさんどう、風花の髪の毛。あ、やっぱりだから当たり障りなく、え、前とどっちがいいとかって言うから、両方別にどっちでも似合ってるって言ったら、そういうのが一番嫌なんだよね。後輩ガンガン来ますね。ちゃんと評価してくれと。そう、前がいいのか今がいいのか。で、自分のなんか練習に行く私服もガンさん今日可愛いとか。へえ、わかんないけど、どのあれで言ってるのかわかんないけど、今日テイスト違うでしょ。あ、チェックしてるんですか。来てくるんですよ。ファッションチェック。あのお二人はそのキャンプで同部屋になってからもすごいいいコンビだっていうのを広報さんからも聞いてますので、今日ちょっと楽しみにしてました。じゃあ今日はもう、はい、普通にカフェトークとして楽しんでいただければよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではゆうちゃん、今日のラインナップお願いします。はい、はい、今日はなでしこリーグ第11節スピーダ世田谷 FC 対チフレ ASL フェン埼玉の試合を振り返った後、私が選ぶ推し選手、私のプライベート、そして告白タイムの3つでお届けします。新コーナー、はい、告白タイム。ちょっとこれ気になるんですよね、内容聞いてないんで私、ね、はい、告白タイムハートってついてますから、はい、お楽しみに。
この番組はサッカーキングの YouTube ペリスコープで配信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いいね。それではなでしこカフェか、あ、間違えた、週刊、週刊失敗した珍しいタイトル、珍しい失敗したぞもう一回いきます。それでは週一なでしこカフェ開店です。出ていただけると思ってなかったんで。Now it's gonna be very Abraça Sakakin e todos os torcedores madridistas aqui do Japão. ここからはですね、荒川選手、長野選手と一緒になでしこリーグのお話やピッチ外のプライベートのお話などをしていきたいと思いますが、まずはお二人のプロフィールをご紹介します。まず荒川恵理子選手、1979年10月30日生まれ、東京都出身でポジションはフォワード。当時の読売西友ベレーザでデビュー、海外移籍などの経験も経て2013年に当時の ASL フェン狭山 FC に移籍しました。そこからさまざまな移籍を経て2018年にチフレ ASL フェン埼玉に再び復帰。2000年には親善試合カナダ戦でサッカー日本女子代表デビュー、2003年と2007年 FIFA 女子ワールドカップに出場しました。またアテネオリンピックや北京オリンピックなどオリンピック経験もあり、日本女子サッカーを牽引してきたガンちゃんの愛称でチームの皆さんから親しまれています。ガンちゃんってもともとどうしてその名前になったんですか？本当の話ですよね。本当の話です。同じかもしれませんが、まあ学校ではもうエリコだったんですよ。もう小学校普通に、メニーナに入った時にベレーザの下部組織のその時に、なんかなんて呼ばれてるって言われてエリコって言ったから、じゃあエリコねとかってなったんですけど、ラーメン屋やってるって言って、名前はって言って、元祖札幌屋とかって言ったら、じゃあ元祖ねってなって、元祖、最初元祖だったんですよ。ガンちゃんじゃなくて元祖がスタートだった。いや元祖はちょっと嫌かも。でも元祖元祖とかって言われてて、でもその当時鎌倉に住んでるからっつって、はい、幕ちゃんっていう風になった子がいたり、幕府、鎌倉幕府の幕府。それであと大川って苗字だから。A ちゃん、大川栄作で A ちゃんになったり、連想的な、そういう感じで、物の想力ってすごいですね。それでなんかメニューに入ってからはガンちゃん、でもサッカーはガンちゃんが、それが今やもう定番として。でもいいですね、ご実家の宣伝もできるし、それで毎回毎回その度でも練馬でたまになんか声かけていただいた時に、あれゴンちゃんだよね。惜しい惜しい。ガンちゃんです。自分でガンちゃんって言わなきゃいけない。そうなんかでもガンちゃんっていうニックネームを知ってる方自体が珍しい方なので、ありがたいですね。で、ってゴンちゃんだよねって惜しい。まだラーメン屋さんずっと続けられてるんですか？はい、両親と兄夫婦が。あ、じゃあぜひちょっと今度そこでロケしたい。あ、いいですね。ちょっとね、ロケ行きましょう。週一なでしこカフェ出張でラーメン。ラーメン。あ、楽しい。じゃあ食べながら、はい、それを企画させてもらって勝手に全然お父さんお母さんの出張所もいつ勝手にやってますが。ではでは続いて長野風花選手のご紹介をします。1999年3月9日生まれ、東京都出身でポジションがミッドフィルダー。2014年に浦和レッズレディースで当時高校1年生の若さでデビュー。2018年に韓国 WK リーグのインチョンヒュンダイ製鉄、え、これどこでとヒュンダイ製鉄レッドエンジェルスへ移籍しました。そして2019年にチフレ ASL フェン埼玉に移籍し、日本リーグに復帰しました。日本女子代表にはアンダー16世代から選出され、アンダー17では初のアンダー17ワールドカップ優勝へと導きました。2018年にはアンダー20ワールドカップで10番を背負い、史上初の優勝の立役者となりました。
そして同じ年に19歳8ヶ月でなでしこジャパンデビューを飾りました。これからの日本女子サッカー界を担う希望の選手です。今じゃあ20歳。若いですね。初めて知ったみたいな。21になったと思ってた。若いですよね。埋めますよね。埋めますよね。確かに埋めます。でもすごいですよ。だってワールドカップ2回優勝してるんですよ。確かに。すごい経歴ですよね。お二人ともサッカーを始めるきっかけは何かあったんですか？荒川選手は。私はあの兄2人いるんですけどの1人の近い方がやってたんで一緒にこう地元のサッカーですか、その初めは、はい、そうです、うん、男の子のチーム。やっぱでもお兄ちゃんの影響って多いですね。皆さんそう言われますね。中野選手はもう同じくで兄2人がサッカーやってたんでそれを見に行ってたらもう母にやっておいでって言われて始めたのがきっかけです。自らじゃなかったんですね。そうですね。最初はなんかもう やってきなって感じでやったのがきっかけです。楽しいと思ったのっていつぐらいからですか？楽しいのは、うん、なんか最初は本当に生かされてたって言ったらあれなんですけど、まあ、本当にそんな感じで、うんうん、まあでも楽しいいつですかね今はもちろん楽しいですね。もちろん何歳ぐらいの時ですか？始めたのは4歳でした、ね、あ、早い。そんなちっちゃい時に、ね、はい、荒川さんは年長さんからボールを蹴り始めたぐらいですね。やっぱりみんなそんなちっちゃい時に。長野さんのお兄ちゃんたちはまだサッカーやってるんですか？あ、もう全然あやめててやってるんですけど、私だけが続けてるっていう感じです。兄ちゃんたちってやっぱりすごい気にしてくれます？この間のプレーは良かったよとか。あ、まあ、プレーは言われないですけどなんかそういう話は全然しないんですけどなんか試合は見てくれてるみたいです。嬉しいですよね。でも、そうです、ね、末っ子。そうです。荒川選手も末っ子。なんか本当に下の子多いですよ ね。お兄ちゃんがやってたっていう人が。お兄ちゃんというきっかけがやっぱり多いんですね。気がしますね。うん、でも2人は今のチフレの前にも被ってた時代もあるんですか？そうですね。レッツにいた時に風花があの下部組織の下のチームにいたっていう。ジュニアユース。ジュニアユースです。中学生。中学1年生の時にガンさんがもうトップのレディースのチームでやっていたの。その時の接点ってどのくらいあるんですか？こんにちは。やっぱそのぐらいで、うん、憧れの選手っていう感じ。本当にそうですね。そういう選手がないもんね。練習とかも違うだから時間が違うのと、うん、どこで着替えてたの？着替えベレーザだとこうミニだとベレーザこう入ってこっちがベレーザこっちがミニみたいな、うん、そういやあ、その近いところでもなかったんですか？いや近かったです。2階の、うんうん、2階のクラブハウスのところ。クラブハウス2階のロッカールームでレディースの選手が着替えてて、はい、ジュニアユースとかユースはあの部屋隣大きい大きい部屋あの右の、うん、ああ右の右の右のそのロッカーがこっち側にあってのこっち側のわかります。少しにはなかなか伝わらない、まあ、ここでわかるならいいか。でも当時の憧れの選手と一緒にこうやってプレーするっていうのは本当嬉しいですよね。そうですね。もう本当になんか想像してなかったというか思ってもなかったことだったので、まあ、本当に嬉しく思いますね。一緒にプレーできるのは。今はね、いじってますもんね。すごい関係ですよね。上下関係厳しくないんですか、チームは？厳しくないですね。それこそチフレってこのベテランと若手の選手がすごい一緒になってるチームじゃないですか、うん、その辺の関係性っていうのはすごくみんな仲良くっていう感じなんですか？そうですね、まあ、なんか年齢差とか、まあ、自分はちょっとあれですけど、
生まれた年とか聞くとびっくりします、ね、あ99年とか言われるとちょっとびっくりしますよね。最近だって思ったりしますもう平成でびっくりしてたのにもう今この令和とか出てきますからね。確かに確かに。でも長野選手は韓国に行ったのはじゃあ19歳の時に。そうですね。どういう決断でそれ行こうと思ったんですか。どうなかなかだってそんな若い時に海外でって勇気いることじゃないですか。いや、なんか本当に日本以外のチームに行ってみたかったっていうのもあるし、うん、楽し、なんだろうな、なんかもう楽しみっていうか、もう不安はなく、うん、本当にすごいですね。でも19歳で不安なく海外に行けるってやっぱ、ね、言葉も通じないじゃないですか。そうですね、うん、どうにかコミュニケーションはなんか、まあ、簡単な英語だったり、うん、まあ、韓国語もすごい覚えやすいし、うん、簡単なので、まあ、その韓国語とか、まあ、でも韓国の選手って日本好きなので、うん、すごい、だからなんか日本語喋れる選手もいるんですよ、結構。それで全然問題なくコミュニケーションは、なんかカルチャーショックとかありました？日本とここ全然違うわっていう環境だったりとか。そうですね、まあでも韓国は本当に試合の観客数がすごい少なくて。あ、そうなんですか。本当になんかしかも何でしたっけ、あれ入場料ってか入場料チケットとかもないんですよ、ただで見れて。ただで見れるんですね。へー、すごい。本当試合に100人行かないんじゃないかな。そうなんですか。見に来る。じゃあまだ女子サッカーとしてはこれからな感じなんですかね。そうなんですかね。でもでもね、強いチームありますもんね。強いね、意外。すっごい人気あるのかと思ってました。最初はびっくりしました。でもまあ全然慣れたんですけど。でもそこからこのチフレに加入するそのきっかけ、はい、チフレを選んだきっかけとかってありますか。その韓国のオフシーズンすごい長くて2ヶ月半ぐらいあるんですけど。あ、そうなんですね。その時にチフレの練習に参加させていただいて、もう本当にまあビビッときた運命を感じたんですね。荒川さんはこちフレにまたこう加入したっていう経緯とかきっかけってあったんですか。そうですね、まあ何回もこう入れさせてもらったりはしてるんですけど、今の菅沢監督が、はい、ヴェルディの育成のコーチとかやっていて、はい、それでベレーザーの時に、うん、まあ、紅白戦混ざってもらったりちょっとこう絡んでた方で、はい、それでちょっと声をかけてもらって、はい、でなんか指導者としてすごく、はい、評判のいい監督ですよね、はい、そうですね。もう最初からだんだんと時間のオーバーの予感がすごくするんですが、やばいではお二人の、まあ、人となりが分かったところで、はい、次のコーナーに移ります。ここからはですね、9月7日土曜日に味の素フィールド西ヶ丘で行われましたなでしこリーグ2部第11節スピーダ世田谷 FC 対チフレ AC エルフェン埼玉の試合をハイライト映像で振り返っていきます。はい、それでは映像をご覧ください。お願いします。これどっちでもいいんですか。どっちでも大丈夫です、うん、よいしょ。これスタジオの音声も活かしなので、はい、自由に喋っちゃってください、はい、この日私も見に行ったんですけどめちゃくちゃ暑かったですよね。ほんと座ってるだけで熱中症になるぐらいの暑さでした。台風の前だから余計暑かったんですよね、うん、めっちゃ揺れてる。なかなかめっちゃこれは結構早い時間帯でまだかな、その後しました。青いユニフォームが世田谷です。白いユニフォームが千葉ですね。前半5分、
シーン見ていていかがでしたか？まあちょっと向こうをあんまり褒めたくはないんですけども、うん、ちょっとこれはちょっとやられてしまったなっていう、うまかったなっていうですね、パスとシュートもしっかり決めるところとかはオフサイドにならないお得だし、そうですね、ただこれ前半のうちに1点返します。あざみ選手が18分に、はい、ということでこれで 1-1 の今振り出しに戻ったという形ですね、はい、でもう一度リプレイか、そうです、この試合が11時キックオフ、11時、そうなんですよ、一番暑い時間に、はい、めちゃくちゃ暑い時間で、めちゃくちゃ暑かったですね、暑かったですよね。これで今あざみ選手が2部の得点ランキングトップになってるんですよね、はい、これは後半かな、なんか印象的に両チーム割とライン高いなっていう印象だったんですけど、チフレも割とラインいつも高めなんですか？そんな特別意識してるわけですか？この試合、長野選手はベンチで、はい、正直なところこうどんな思いで見てるんですか、ベンチの選手って。やっぱ早く交代、自分も出たいなっていう、そうですね、出たらどんな風にしようってイメージしながら、あ、そうです、でも本当にこの日は暑くて、うん、汗だらだらでしたね、なんか座ってるだけ、座ってるだけでね、素晴らしい。ちょっと時間帯が分かんないですね。これ今何分の状態の時間帯があった方が良かったの。今が後半何分なのかがちょっと分からない。もうこれ終わりました。はい、あ、終わった。はい、この試合はですね、スフィーダ・セッターガヤの田中選手、デルフェン埼玉のあざみ選手のゴールにより1対1で引き分けでした、はい、これ2人はまあ出場はかなわなかったということになりますが、はい、ご覧になって改めていかがですか？まあ本当に勝ち点3を取りたかった試合だとは思うんですけど、まあ自節にというか、うん、まだ全然試合残ってますからね、はい、うん、いつの間にメガネを外したんですか？気づいたらメガネが固まってる。いや、なんか取って出ようと思ったら風花がして出た方がいいっていう指示があったんですね。でもやっぱり撮ってみようかなって。そうなんです、そうです、急にカフェなんで自由に、自由に、そうか、そうですね、またかけても大丈夫です。田中選手どうでした、この試合振り返って。そうですね、まあ、まあ暑い中、まあ本当に戦い方というか、まあ、難しいところあったんですけど、まあ、本当は勝ち点3取っていい流れに乗りたいっていうのはあったんですけど、まあもうしょうがないんで、まあ次からのこの続く試合を、まあ、どう勝っていくかっていうところが、まあ、大事かなと思います、うん、ね、失点した後も早めにこう返せたっていうのはチームとしても大きいですよね。そうですね、確かに。ではこの節の他の全部の試合の結果を見ていきましょう。はい、こういう結果になりました。愛媛とセレッソは結構打ち合いですね。あ、本当だ、4対3、見てる人面白かったでしょうね、うん、これなんかこう見ながら
あれしたんですけど、なんか引き分けてくれればいいかななんて思ってて、はい、3-3でこう、うん、あれだったんですけど、はい、90プラス4で、はい、あ、返したんですか、一旦愛媛が。順位的にやっぱ引き分けてもらった方が、そうですね。で、愛媛は2位になっていて、はい、ということはちょっとその引き分け、さっきのチューフレの引き分け、あれ勝ててたらっていう、い入れ替わってたところになるんですかね。そうですね、特殊あ、いや、シーだから入れ替わりはしないか、入れ替わりはしないけど、うん、こう積み重ねが残り試合が少なくなってくると大事になってきますもんね、うん、スフィーダ世田谷が、順位を上げていって、うん、あとアルビオンも順位を上げています、はい、ということで、この後、次節の対戦カードや一部の日程などは番組の最後に改めてご紹介します。そしてエルフェン埼玉の試合ではね、特別なイベントも開催されますから、その予告も最後の方に行いますので、最後までご覧ください。なでしこリーグ第11節、スフィーダ世田谷対チフレ AS エルフェン埼玉の振り返りでした。ここで一旦コマーシャルです。ここからは本日の特集です。まず一つ目の企画はこちらです。じゃん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 、はい、この企画では、荒川選手、長野選手がプレーや人間性、ビジュアルなど自由な切り口で好きな選手を選出、その選手たちについての魅力を語っていただく、私が選ぶ推し選手のコーナーですが、ちょっとざわざわしてますね。なんかすごい、じゃあ聞いてる話と違ったみたいな。なんかアンケートには、はい、理想の選手とか書いてある。人間性とか、そうなんですか人間性、人間性とかビジュアルとかも、でも自由なんで、自由な切り口なんで、も何でもいい。理由は自由です。ちょっとアンケートの書き方直した方がいいんじゃない。盛りすぎてますね、企画として。じゃあまずはですね、はい、長野選手が選ぶ推し選手がこちらです。こちらです。ドンドン、男子ばっかり。お、はい、まずじゃあ端からちょっとダビド・シルバが顔が隠れてしまっています。多分ここだけ消していただきましょう。まずダビド・ルイス選手、はい、はい、選手好きな理由ってありますか。まあ、全然ポジションは違うんですけど、ディフェンダーですよね、はい、まあ、キックの精度だったりっていう、まあ、サッカーの部分は、まあ、そうなんですけど、めっちゃ顔好きなんですよ。あ、顔、そうなんですね。どの辺が、わかんないですか。意外ですよね。濃い顔が好きなんですか。なんかこのくるくるの頭と、あ、じゃあ荒川選手が好きってこと。違います、違います。あ、好きなの。違います、違います。本当にかっこよくないですか。かっこいいですよね。すごい、なんかプレースタイルとかも、うん、ね、すごいかっこよくて、でもロングフィードが上手かったりとか、その縦のパスが上手いっていうのはちょっと長野選手に通ずる部分もありますよね。そうもうでもビジュアルが結構要素が強い。でもすごいなんかもうプレーしてる時の姿がなぜか知らないんですけど、すごい好きです。もうビジュアルも含めかっこいいです。意外ですね。なんか女性でダビド・ルイスをかっこいいっていう人初めて聞きました。本当ですか。すごく好きなんですけど。ビジュアルの込みですね。ビジュアル込みですごい好きなんですけど。続いてはイニエスタ選手、はい、今日本でもプレーしてますけど、そうですね、どこが一番好きですか。もうどこかというか、もう本当に全てなんかもう上手いですね。すごい上手いとしか言いようがないんですけど、実際生で試合、日本来てから見に行ったりとかしました。日本では見てないんですけど、うん、あのバルサのカンプノーで行ったんですね、はい、見に行ったんですか。羨ましい。それはすごかったですね、その時も。でもプレー面でもう憧れ。プレー面で憧れ。なんかちょっとアッキーがあるからね。何も言ってない人は良くないぞ。
なっていう、神様みたいな感じですよね。あ、そうですよね。神様が日本でプレーしてるっていうのがすごいですよね、はい、本当に。すごいですよね。で、3人目がダビド・シルバ選手ですが、はい、これはどうして？まあ、マンチェスターシティ好きなんですけど、うんうん、あ、シティがもともと好きなんですか、はい、でもやっぱり攻撃の中心で、うん、やっぱりシルバがいるだけで、うん、すごいですよね。もうオフ・ザ・ボールの動きめちゃくちゃうまいですよね、はい、うん、うまい、うまいですよね、うん、本当にね。うまいですよね、うん、確かに。ダビド・シルバは顔はそんなになんですか？やっぱダビド・ルイス、まあ、違う、ね、違うのか髪型ですかね。いや、やっぱりなんかかっこいいですよね、うん、ダビド・ルイスは。確かに。さっきあのロックスターみたいな人が好きなのかっていう質問になってますが、まあ確かにクイーン、ブライアン・メイみたいな感じですよね。さっきの髪型で言うととかじゃない。ないです。違う。それは違う。やっぱ見た目とプレーも全て含めてのこの姿が、はい、ことですかね。意外でしたね。男子が3人、うん、ね、これまで。そうですね。結構女子の選手を選ぶ人とかも多かったんですけど、はい。では続いて荒川選手が選ぶ推し選手がこちらです。ドン、はい、ちょっとハテナ気になるんだけど3人がちょっと謎ですがこのまずは往年の名選手ばっかりですね、はい、まずはちょっとマラドーナ選手、はい、どの辺があの、はい、初めて知ったなんか外国人の選手で、はい、しかもあの池袋の西部の上で屋上で来てます。リフティングした、上がっていくときにリフティングしたってやつじゃないですか。その違う、何ですかその話。何それ、何それ、違うのか、何それ逆に何ですか、うん、な, あのなんか池袋の西部の屋上にマラドーナが来て、はい、なんかサッカースクールみたいにやってもらったんですよ、はい、すごい。その頃なんかノバっていう缶コーヒーの CM をなんかマラドーナがやってて、はい、多分それで来たのか。あ、そのダンさん本当ですかそれ。本当だよ。疑いの目、疑いの目がすごい。だからあのマラドーナの下で写真を撮ったのがあるんですよ。すごーい。池袋に来たんですか。池袋に来たの。そこはそこを疑ってるんですか。池袋の西部の屋上に来たの。モノマネの人じゃなくて。でもその当時まだモノマネしてないと思う。それであの誕生日も一緒なんですよ。すごい。だからなんか運命感じる。あのそうですね、そのリアルタイムでそんなにすごく見たっていうわけじゃないですけど、うん、自分があの若い時にあの手術してサッカーできない時に、はい、マラドーナのビデオばっかり買ったりして。確かにこう特にこう私たちの年代の若い頃ってあんまり海外サッカー見る環境ってなかったですよね。そうか、だからその当時知ってる外国人の選手ってなんかずっと印象に残ります。確かにマラドーナみんな知ってるっていう、はい、私も初めて小学生の時知ったのがクライフだったんですよ、なのでずっとクライフが好き。クライフだったんですか。クライフが好きでした。だからそういう記憶に残るってありますよね。西武には来てくれなかったちょっとあやめたかったんですけど続いて、はい、ジダン。ジダンはあのやっぱなんかもう持ち方だったりトラップとかパスの出し方とかそのなんかプレーメンなんかプレーがちょっと異次元な感じがするというか、一つ一つの。でも顔も好きです。あ、顔も、まあ、だって男性じゃん、顔も好き。でもそれよりもだからあの頭突きで終わっちゃったじゃないですか、はい、あれ見て衝撃。もうなんかもう終わっちゃったって思って。確かにいろいろ衝撃ですね。日韓の時に、はい、あのあとフランスとウルグアイ、うんうん、でウルグアイでレコバが好きだったんですよ、はい、うんうん、で見に行ってなんかジダン肉離れで出なくて、はい、でアンリが開始5分ぐらいで一発退場になっちゃって、んなんかそれはちょっと残念だったんですけど、ちょっと見れたのかな生のアップしてるジダン。それでも嬉しいですよね、うん、全然関係ないんですけど、はい、私の岡山の友達がですね、お父さんがサッカーやってるんですけど、息子にジダンって名前つけたんですよ。すごい。ジダン好きで。ジダン。ジダン。すごい名前ですよね。どういうことですか。ジダンのジダンですか。武士の士に暖かい暖冬の暖です。
武士の死に温かい字で実弾すごい名前すごい二人目はアンリです。え本当に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 すごい。三人目はレオです。レオレオレオシメッシあレオネルメッシレオ私レオシルバかと思ってた。私も最初そう思ったんですけど感じじゃなかった。すごい余談ですね。完全に余談でしたが、あでも3人目が謎でしたよ。なんかここめちゃくちゃ気になるんですよ。これ誰ですか3人目。誰も知らないんですよ。えちょっと待って本当あれ待ってください。推し選手って話だったんですけど競技も何も違う、まあ、選手だったと言っちゃ選手。まあそうってもうすごいコメントみんなすごいですよ反応。撮影自体がね池袋にマラドナ来てるよ。 MJ MJ ってあやっぱあ池袋来てるって調べてくれ。なんか新宿居酒屋にも来てたって。あそうだ新宿の時だ。なんか上に上がるだけ階段でずっとこうリフティングしながら上がってったっていう伝説がある。新宿伊勢丹はいそっちだ。へぇーてかちょっと待って前マイケルジャクソン。マイケルジャクソンなんで好きなんですか。はいでもすごいもうマイケルの歌全部何でも知ってるっていうわけじゃないんですけど、なんかマイケルのコンサートとかで失神する人いるじゃないですか、はい、出てきた瞬間にはぁーこうって言って本当だよ。ねなんか それぐらいのなんかエンターテイナーってなんか後にも先にもああ確かにいないのかなとか、ね、なんかその個人でそんだけ魅了できるってなんかすごいなっていうのと なんかいろいろありましたけど、なんか すごいなっていう人だなって思って。あと自分がアメリカにいる時に、はい、サンノゼのチームにいたんですけど友達の実家に遊びに行くっていうので、はい、サンディエゴに行く時があって、はい、その時にバラバラにみんな座ったんですね。4人で行って、うん、サンディエゴ出身の子3人と自分とでバラバラに座って、まあ、英語あんま分かんなくて着いた瞬間になんか知らない隣の人とかがマイコジャクソンマイコジャクソンみたいな感じで言ってて なんだって思って友達になんかマイケルジャクソンマイケルジャクソン言ってる何って言ったらダイって言われて、あ、亡くなった時にだから自分はこう上空を飛んでる時に、はい、ロスを通ったのか分かんないですけど、うんうん、自分の中ではアメリカにいる時にマイケル・ジャクソンが亡くなったことは見とったと思ってます上空から今どういうオチなのかなと思ったけどそういう風なんですねすごいですよね。そう、この並びでマイケル・ジャクソン、ジャクソン5の時のそうですね。はい、ちょっとまあ確かにマイケルのリスペクトなのかって来てますけど、よく聞くんですか曲も。あれが好きですね。マン＆ザ・ミラー。マン＆ザ・ミラーでしたっけ？え、わかんないですか？ちょっと歌ってみてください。合ってます。合ってます。結構試合前とかに聞いたりとかするんですか？なんかあんまりそこまで自分は音楽を試合前とかに聞かないんですけど、あ、そうなんですね。でもなんか何かこうマイケル・ジャクソンのドキュメンタリーとかなんかそういうのがあったら絶対ビデオを撮る、うん、そんなにちょっと意外な展開になりました。推し選手でもマイケル・ジャクソンも後にも次にも出てこないと思います。次回1個こういう展開もあるんだってことですね新しい道を切り開いてもらいましたが以上私が選ぶ推し選手でした。続いてはこちらです。ドン、はい、私のプライベートファンの皆さんはこういうのが一番楽しみにしますよね。お二人から写真を用意してもらいましたので、はい、ちょっとピッチ外のプライベートの様子ご覧いただきましょう。まず長野選手の写真こちらです。どれだ、え、かわいいこれ何歳ぐらいですか。何歳ですかね、これめちゃんこかわいい、フリフリですね、めちゃかわいいまだサッカーする前、そうですね、多分いつですかね、これ3歳ぐらいかな多分お兄ちゃんお兄ちゃんの女の子だから、うん、きっとお父さんお母さんもなんか可愛らしい女の子らしい格好させたいみたいな感じもあったんじゃないですかね。めちゃくちゃ可愛い
意外な写真出てきましたね、オフじゃなくて。そうですね、ちっちゃい頃の。かわいいな。次の、続いては、あ、それはムーミン。反応、はい、市役所で市長訪問した時に写真かなで、ムーミン、反応今ムーミン、そうですよね、ムーミンパークができましたもんね、かわいい。チームのみんなとはこうオフの時に遊びに行ったりもするんですか？まだ行ったことないんですけど、でもチームの何人かは多分行って、ムーミンパークに、はい、かわいい、なんか満面の笑みですね雪本選手一番嬉しそうに笑ってるけど、ミーを抱えてかわいい。そうですね、もう一枚ありますか？はい、はい、なんかいいですね、ほのぼのですね。なになに、めちゃくちゃアクティブなんですよ、あ、そうなんだ。あんまじゃ家にいない、いろんなとこ行っちゃうんですよね、うん、休みがあったらどっか出かける方が好きなんですか？そうですね、もうなんか離れたいです日常から離れたい、日常からサッカーからとかじゃなくてそれがいいリフレッシュになってるんですか？そうです、そうです。あ、これなんですか？これは、グアムで、あ、そうです、これ私なんです。豆みたいになってるのが、あの、パラセーリングをした写真です。すごい、すごい楽しかった。どこで？沖縄？グアム。グアム。はい。すごい。これね、やってみたいんですよ。怖くないんですか、高いところ？怖くない。なんかすっごい高いんですけど、これ。でもなんか下が海だと思えばなんかあんまり怖くない。落ちても平気みたいな。すごい。あの、絶叫マシンとかも好きな方ですか？あ、意外。それは違うんだ。いや、好きか嫌いかで言ったらなんかなんともないんですけど、うん、どっち結局好きか嫌いかは言えない、どっちもいいんですけど、でも別に乗れます、鉄橋とかも。高いところが好きなんですね。海とかも好きなんですね。海大好きですね、うん、グアムはオフの時に行ったんですか？はい、そうです。へえ、じゃあ結構泳いだりとか。そうですね、マリンスポーツを。はい、本当にアクティブですね、いろんなとこ行って、うん、海外旅行もよく行くんですか？行きますね、長期オフの時に。だから本当ちょっとで、ちょっとで行くんですよ。韓国とかすぐ行けちゃうんで。あ、そっか。一人で全然行ける。一人で、はい、一泊ぐらい。そうです。かっこいい。一人で韓国行って、じゃあお買い物したりご飯食べたりしてとか、まあ、あ、向こうにお友達に会ったりとか。あ、そうか、現地で。なんかもう行きたいと思ったら行きたいです。行っちゃいたい。すごい、アクティブ。アクティブ。まだ二十歳ですよ。すごい。二十歳の時に一人で海外なんか行けないもん。ですよね。すごい行動力。では続いて荒川選手の写真ですね。はい、実は28枚写真ですが、すごいよ。ちょっと28枚ってたら3時間前になっちゃうんで厳選してお届けしようかと思います。まずはこちらです。かわいい。これガンさん。嘘。めちゃくちゃかわいい。何？まだこれはサッカー始めてないぐらいですね。でもショートカットなんですね。ちょっとボーイッシュな感じですか？この時はまだちょっとこういう感じだったのかな。でもこの時とかはもうあのこの時は、はい、あのこれ一応パーマかけてるんですよ。早くないもう今みたいなんですけど、あの近藤マッチが好きで、マッチ、そんであのパーマかけたんですよ。でなんか覚えてるのは、パーマ珍しい、パーマ液臭いじゃないですか、はい、だからそれに対してすっつね巻くじゃないですか、はい、それに対してすごいなんか文句言って、臭いよ痛いな臭いよ痛いなとか言って、それをなんかそれを覚えてます。すごい、写真が昭和生まれ、ひどいですよ。それはしょうがないですよ、昭和生まれなんだから。あの後ろのあれが破れてるのかもね。あ、少々本当だ、かわいい。で続いてはこちらです。あ、家族、これお兄ちゃん、お母さんですか？そう、お母さんが自分みたいな、すごい、あの
この時期なんだか知んないけど、これソバージュっていうんですか、ソバージュじゃない、はい、なんか細かいパンも、なんか商店街 の、 その奥様方、はい、働いてる皆さん、みんなこの頭が流行ってて、みんなこの頭をしてた時あって、ちょっと自分の感じと似てるかなと思って、それチョイスしていただいたんです。それも、それも遺伝というか、なんか DNA 湧き立つ DNA があったんですね。これをやりたい。で、真ん中がお兄ちゃん、お兄ちゃんですか？そうです。何個離れてるんですか？5個10個です。結構離れてる。で、パパ。はい。優しそうな。いい写真ですね。で、続いて青春編ということで、そんな、かわいい、なんかちょっといろいろツッコミどころがあるんで、かわいい、髪の毛も、まあ、こう変わってったこともあったよっていうことなんですけど、ベリーショートから、あ、でも一番、うん、あれはこの子これは真ん中の中3の中3のそう願書出すために、はい、写真だったと思う。白黒じゃないですか。ですね。なんで白黒？ど真ん中の片っぽ裸足の写真は何なんですか？これは多分メニーナのロッカールームで多分撮るよって言って、なんかでこういう髪型をこの頃は中2、中3、流行ってた、高1ぐらいまでなんか、なんか70年代風なのがなんか流行ってて、そういう古着屋さんでなんかパンタロンとか。ほうほう買ったりしてました。よくこの写真出てきましたね。そう、ちょっと断捨離というか片付けてて、あ、ちょうどよかったと思って、いい披露する場があってよかった。だからすごい28枚もぐちゃったいろいろ出てきたから、助かりますもうサービス精神が溢れた溢れて、右の方が好き。右が多分1年目だったのかな、ベレーザので、右がいい、2年目かな。左より右がいい長野選手的には左より右がいい続いてはどんな写真ですかね。もう何が出てくる、あ、すごい、こんなしてくれた、これ、あ、じゃあ28枚送ってくれた分のギュッとここに凝縮されてる。 ありがとうございますかわいい。これは愛犬のユッケです。ユッケ、名前なんでユッケですか？いや、なんかまあ、実家がラーメン屋なんで、メンマとかワカメとか入れた方が良かったのかなと思ったんですけど、もういろいろ食べ物の名前がなんか可愛いなと思って、でユッケって昔からちょっと犬の名前にしたら可愛いなって思ってて、響きが、でも生肉ですよ。そうなんですよね。でもなんか近所のおじさんにユッケって名前を言ったんですけど、大体みんな、ナムルちゃん元気か、あー惜しい、違うな、キムチじゃん、元気、キムチでもないイメージはあるね、韓国料理何犬ですかこのワンちゃんは。ミックスで、ワイヤーダックスとヨークシャテリアのミックス。かわいい。飼って長いんですか？7歳になりました。なんかすっごい懐いてる感じですよね。でもあれなんですよ、なんかちょっとお腹にポコってちょっと腫瘍っていうか、脂肪、はい、でそれをまあ腸とか出てきたら大変だからって言って、まあ、閉じる手術をしたんですけど、で歯石の、全身麻酔するなら歯石を取ることもやった方がいいと思ってやってもらって、そしたらなんか歯石を取っ、まあ、歯磨きしてたんですよ、だけど歯石を取ったらあんま汚くなかったんですけど、全然、前歯2本なんかグラグラしてたから抜いちゃいましたって言われて、それがそんなことあるんですか？歯抜けになっちゃったんですか？そう、ここの真ん中の一番目立つところ、泣きました。それ今前歯ない？にも言ったよね、めっちゃなんかユキがさ、歯がなくなっちゃってさあ、そうっすか、あ、そうっすか、そうっすか、ドライ、1なので、でもすごいガンさん落ち込んでました、差し歯するわけにもいかないし、ワンちゃんまさかなんか歯磨きをしてる方だったんで、まさかって思ってて、なんかこっちの傷だけを心配したとか、したら抜かれちゃった、ショック。でもなんか最初左の2本とか言われたんで、こっちにずれて2本なのかなと思ったけど、あったら真ん中2本だったんで、でも逆にユッケかわいそうだけど、そっちの方が
面白いかなと思ってネタとしては、まあ、元気なんで、はい、よかったって思ってますもん、はい、まだもう一枚お、ありますね、まだあるんですね。あ、え、待って待って、アフロが多い、皆様これはなんか、あのアフロかぶってなんか誕生日の日に来てくれすごーい、すごーい、そのままこのまんまの状態で焼肉食べたの目立ちますよね店員さんびっくりですよね、変わった集団来たなって、かわいい。これいつぐらいの写真ですか？これ言ってみたら、うん、一昨年と去年なんですけど、あ、2年連続、2年連続来てくれたの、はい、すごいすごい楽しいですね愉快なね、アフロ会って言われる、まだまだまだあります。え、あ、本当ですか、まだ終わっちゃいません、大丈夫ですか番組がもうまだって、あ、はい、あのスペシャルな、あ、あれかな、スペシャル写真です、なんだなんだ、お、これは集合写真ですね。これはいつ頃ですか？これはベレー座の時で、うんうん、何年前なんだろう、ちょっと何年前かわかんないんですけど、メンバーが沢さんいて、中瀬さんいて、すごい時代ですよね、さんいて、ここに、え、これ、ここに何歳ぐらい、ご自分は27、8とかですかね、で、それでここになんと風花がいるんですちょっとワイプを消してください、ワイプを消してください、すごい、ちょっとやめてください、あ、これ、わかりますでしょ、これアバレとかやめてくださいね、ほんとやだ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 、ほんとにやだこれわかる人います？いや、いないです、ほんとにやだ、もう絶対わかんない、絶対わかんない、だって女の子少ないじゃないですか、うんうん、数えることしかいないし、アップとかしなくていいんで、ほんとにやめてくださいね、でも、だって誰もわかってないですよ、みんなえーってなってる、うん、えーってわかんないよね、まあ、眩しかったんで、眩しかったんでだからこういう顔になっちゃった、前の列でも女の子4人くらいしかいないですもんね、さあ座ってる子、そう、前列ですね、はい、一番前の前列に実はいるんです、前列、はい、一番、さっきの眩しかったのが最大のヒントですよね、はいはい、まあちょっと探してみてください。これはもうどうします、答え合わせしないでおきます、しないでいいかな、なんでよ、しないでよ、なんでダメ、え、いっちゃいますか、あ、全然、はい、あ、おったって人がいる、嘘、いや嘘だ、じゃ誰だ誰だ誰だ、言ってください、言ってください、どのバンビーさん、アップしないでよ、よくやる、アップしないでよ、やだやだ本当に嫌、本当に嫌、いや、これ以上、これ以上アップはやめよう、これ以上アップはやめよう、今寄った真ん中ってことですか、うん、ってなると普通上の女の子かなと思いますよね、真ん中の、うん、え、じゃあ、そう、白いのか、正解、正解、真ん中の白い、もう本当に少年っぽい、どう見ても男の子ですよ、うんうん、で、あのフリフに来て可愛らしかった子がサッカー、まあ、この時サッカー始めてポイチニって書いてますよ、森保監督に似てるって、髪型が似てる確かに確かに誰か似てるなと思ったんだ待っておもろい、それは熱っこれは、はい、本当男子ですね、この頃やっぱそういうサッカーやってたから、ね、男の子っぽい、しかも兄2人だったんで、あ、そうですね、もうなんか着る服とかも全部なんかお下がりだったんで、かわいい、これいい写真ですね、こんなのが出てきてスペシャル秘蔵映像がいっぱい見せていただいちゃいましたが、はい、もう残り3分しかない、やばいやばいやばい、まだ企画2つ目なんですけど、何があったんですか、あと最後、次行きましょう、何でしたっけ、これがあるんですよ、はい、じゃあ続いて3つ目の告白タイム、告白タイム、この企画はですね、はい、今回初登場なんですが、長野選手から荒川選手へ、そして荒川選手から長野選手へ、お互いに言ってみたいことを告白してもらおうというコーナーでして、はい、では、まあ、一応、はい、ディレクターは聞いてるんですよ、どんなことを言いたいか、うんうん、まあ、事前アンケート的な、うん、でも、もうアドリブでも全然構いませんし、はい、では、早速長野さんから荒川さんに、はい、はい、告白お願いします。目を見てお願いします。見つめ合って。目を。そうでしょ。見つめ合ってお願いします。何ですか、告白。本当なんかあれには言いたいことがあるかとかっていう。そうだけど、告白タイムのハートみたいな。言いたいことがあるか。アンケートの
ぞ。お願いします。はい。関西愛が止まらないって書きました。あ、嬉しい。あ、じゃあ、はい、なんか自分が書いてある、書いたこともはい、じゃあ逆にどうぞ、はい、告白タイム風花、うん、なんでそんなに可愛がってくれて、うん、私のことを好いてくれてるのかな。あ、すごい、両思い、両思いだ。本当に並んでるんですね。何ですかそれ。で、書いたの。で、すごい、並んでたんですね、愛が。なんか、ガンさん可愛いっす。なんかちょっと難しいな、なんか一応大先輩で、ね、大先輩なんですけど、本当に尊敬してるんですけど、うん、なんかなんだろう、本当に誰にでも優しいし、うん、優しいというか、まあ、チームのムードメーカーだったり、うん、なんかなんだろうな、何でも話してくれるし、話せるし、なんか大好きですね。かわいい。で、なんかすごい普段からガンさん大好き、って言ってきてくれたりとか、もうガンさん可愛い、愛おしいとか、愛おしいまでって言ってくれたりするんですよ。だけど、だけど今日ランチ行こうって言って、うん、いいよって言ったんだけど、あの昨日にドタキャンされました。あれなんで？なんかコロコロされてますね。そうなんです。熱々。でも普通先輩の後輩可愛がるなのに、荒川選手だって可愛がってくれてありがとうって。でもまた私が言ってんのは、あのなんかガンさんって何歳なのとかって言われて、14歳だよって言ってんです、いつも。14だよ、14だよ。だから風花20歳でしょ、だから6個下だよって言ってるんです。なぜ永遠の反抗期って言ってます。違うよ、永遠の思春期だもん。思春期だ、思春期、永遠の反抗期はちょっと意味が乏しくなる。思春期だ、永遠の思春期、間違えた。ちょっと全然違う。思春期大好きだけど、聞いてること半分ぐらいさ抜けてますね。今時ですね。いやー、これ面白いな、告白タイム。見事両方になったということで、以上告白タイムでした。一旦ごまさんです。いたんですけど、まあ、まあ、出ていただけると思ってなかったんで。Now it's gonna be very Abraça Sakakin e todos os torcedores madridistas aqui, aqui do Japão. それではですね、今週末9月14日土曜日と16日月曜日にかけて、3日間にかけて開催されますなでしこリーグ1部の第12節の対戦カードをご紹介します。こちらとなっています。あ、前節の振り返りもありますね。日テレベレーザーとジェフの試合が台風のため中止になっておりまして、はい、代替試合はまだ未定ですが、もう間もなく発表になるということです、はい、で、そのベレーザが1試合少ない分レッツが勝ちましたので順位が上がりました、うん、これは分かんなくなってきます ね、 そうですね。もう残り試合も少なくなってきたから残り7試合ですね、うん、ここでどん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 順位争いが激しくなってくると面白いんですが、はい、14日土曜日が長野パルセイロとイガーの試合が午後5時から、そして15日に2試合ありまして、16日月曜日、あ、そうか、3連休ですもんね、うん、で16日月曜日も2試合行われますが、はい、皆さん注目の試合はありますか。アルカさん、フーカ、何それ、パス方式だと。何それ。あ、じゃあお二人のは2部の方で聞きましょう。そうですね。ゆうちゃんどうですか。そうですね、まあ、野島と似てってなるとこうサポーターも行きやすいと思うので盛り上がる気はしますよね。うん、うん、ジェフの試合はできそうなんですね、はい、市原の試合、うん、
ね、ちょっとお見舞い申し上げますというところですが、うん、活気づけてほしいところもありますよ ね、サッカーで、うん、はい、続いて、はい、2部の、対戦カードです。はい、こちらですが、オルカカムガ FC の試合は、台風15号の影響により延期ということになりましたので、はい、4試合行われます。はい、チフレはセレッソと対戦ということですが意気込みどうですか？もうそろそろ本当順位争いがだんだん佳境になってきますね。本当に負けられない戦いが続くと思うので、うん、頑張ります。長野選手は？そうですね、今年、まあ、今年セレッソに1回も勝っててないので、うん、本当に順位争いも大事なんですけど、まず本当にこの試合をもうこの1試合に集中して勝ち点3を取りに行きたいなと思います。注目する他の試合ってあります？まあ、愛媛の試合ですかね。順位的にも気になる、はい、そうですよね、結構上ですもんね。ということでこちらも3日間にわたって開催されますからね、はい、ぜひ旅行があって3連休何もやることないなっていう方もね、もう見放題ですからね、3日間いろんな試合が見られます。サッカー漬けにできますから、はい、ぜひ応援に行ってみてください。で、チフレのイベント情報がありますので、はい、そちらをご紹介しましょう。9月16日川越運動公園陸上競技場で開催されます2019プレナスなでしこリーグ2部第12節セレッソ大阪堺レディースとの試合は狭山飯能日高三市協定締結記念マッチとして開催が決定となりました。スタジアムの外には飲食ブースが多数出店決定ということですから、各地の多分美味しいものがたくさん並ぶんじゃないですかね。ちょっと早めに会場に到着して美味しいグルメを堪能してください。おやっぱこういう記念マッチとか何かイベントがあると盛り上がりますよね。そうですね、今コメントでも今度の試合行くから勝ってくださいって。あ、本当だ、トリキッシュさんから。あ、かわいい近所やとか、うん、そうそう、近所だって気づくと行きたくなりますよね、うん、これは実はね、プレゼントもありまして、はい、キックオフの3時まで配布、なくなり次第終了なんですけども、クッタ、まるちゃんクッタのトマトクリームかトマトチーズクリーム味のどちらかをプレゼントします、うん、美味しそう。トマトチーズクリームがいいな。私もチーズクリームです。チーズクリーム美味しそう。あと、チフレ化粧品のネイル2色セットをプレゼント。これ嬉しい、女子嬉しい、嬉しいですよ ね、うん、ね。やっぱ皆さん使うんですか、チフレの化粧品って？チームのロッカールームにシャワー後にこう化粧水と乳液と保湿クリームとか使いたい放題です。 ありがたい。シャンプーとかも、はい、わー、これはやっぱ女子のリーグならではですね。ありがたいですよね、チフレ人気ですしね、はい。でこのプレゼントがあるのと、入場ゲートで先着500名様に応援うちわもプレゼントされます。さらにハーフタイムの抽選会もありまして、はい、休暇村奥武蔵の日帰り入浴券は50名様、休暇村奥武蔵の1泊2食付きペア宿泊券は3名様に当たります。あとムーミンバレーパークですね、話題出ました、ムーミンバレーパークの入園ペアチケットが10名様、行ってみたい。あとドゥナチュラルインテンシブエッセンスが10名様、ちょっとオーガニックな化粧品ですよね、はい、弾むような張りを与える美容液インテンシブエッセンスモイスチャーを抽選で10名様にプレゼントします。あ、でさらに、はい、エルフェが勝利した場合、うん、他にもいろんなプレゼントがありますので、もうたくさん何かもらいたいという方はもうとにかく神のことをお祈りして、いろんなものもらえますからね。すごい、こんだけ手厚いってなかなかないですよね。これはいいですね、うん、行きたくなりますよね。ということで、はい、まあ、試合内容ももちろんですけれども、いろんなイベントが開催されますからね、ぜひ、16日月曜日3時キックオフですね、川越運動公園陸上競技場行ってみてください。はい、以上実節の対戦カードのご紹介でした。ではもうだいぶ時間がまたまたオーバーしていますが、はい、今後の、チフレエースエレメン埼玉の試合情報です、はい、こちら
と7試合となりましたね、はい、ちょっとアウェーがもう多くなってくるのかな。そうですね、ちょっと個人的になんか思い入れのある試合だったり気合が入る試合だったりってあったりします？この試合特に見てほしいとか。全部ですよ。一試合一試合大事ですよね、うん、はい、そうです。ぜひあのご都合が合うという試合がある方はね、はい、応援に行ってみてください、うん、今日のオンエア見てね、お二人のこと好きになった、ファンになったっていう方もいると思いますから、この喋ってる様子だけじゃなくてぜひプレイしてる様子もご覧いただきたいと思います、はい、では続いてなでしこジャパンのご案内お願いします。はい、10月11月に公式戦が2試合予定されています。はい、10月6日日曜日に国際親善試合カナダ戦が静岡県の IAI スタジアム日本平で開催、14時30分キックオフで TBS 系列で生中継で、チケットは今販売中です。はい、販売中です。はい、で続いて11月10日日曜日に MS&AD カップ2019が福岡の北九州スタジアムで15時キックオフ予定になっています。はい、対戦相手と放送局はまだ未定です。なでしこリーグとともになでしこジャパンの活躍もご注目くださいこの告知が鬼門だね、はい、毎回噛んで噛んで最後に番組からのお知らせです。週一なでしこカフェは今後毎週木曜日12時から配信をしていきます。来週19日は浦和レッズレディースの松本真美子選手と南萌香選手が生出演予定ですよ。ぜひチェックしてください。では最後にお二人からご覧になっている皆さんにメッセージお願いします。はい、リーグ戦がまだまだ続くので、ぜひ会場にお越しになって熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ななさん、そうですね、まだ試合が後期リーグ戦たくさんあるので、ぜひスタジアムに来ていただいて、私たちの試合に来て応援していただきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。リーグ後半戦も、はい、ぜひ AC エルフェン、そして荒川選手、長野選手の活躍に皆さんご注目ください。さあ、ここまでのお相手は森口香織と長谷川優斗、そして荒川恵理子選手と長野風花選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週もご覧ください。さようなら。